今日は、朝日新聞社と社団法人全日本合唱連盟が主催する1971年から開催されている作曲コンクール。新しい合唱曲の開発を目指すとともに、全日本合唱コンクールで使用する課題曲の公募として開催されている。募集作品は演奏時間10から20分程度の合唱組曲で、無伴奏、またはピアノ伴奏の曲。なお、 朝日作曲賞を受賞した組曲から選ばれた一曲が、翌年度の合唱名曲シリーズに掲載され、全日本合唱コンクール課題曲として用いられる。無伴奏、またはピアノ伴奏に限定する理由は、全日本合唱コンクールにおいて主催者が用意する伴奏楽器がピアノ一台のみという事情による。この年は合唱組曲の歌詞が指定されていた。5編からなる。 中村千恵子の潮風の歌は全日本合唱連盟の依頼により作られたもの。数年後に田田武彦が混成合唱組曲として作曲。ハット後にこれを元にした同盟の男性合唱組曲が作られ、メロス楽譜から出版された。数年後に3曲を加えて混成合唱とピアノのためのもし鳥だったならし河合出版から刊行。ありがとうございます。